設計図ですか。チョコプラさんに肘置いてたわ。マネージャーのチョコプラさんの T シャツ。すみません、はい、兄さん、すみません。DIY を今日から始めていきたいと思います。新事務所改造計画。そうですね。いいですね。まず何をやりたいかなと思って僕いろいろ考えたんですけど、うん、まずはウッドウォール作りたいです。あ、壁が木みたいになるやつだよね。そう、うん、だからもうここの面今白いじゃないですか。白いですよ。これを木にしたいなと思います。もうやっていきますか。じゃあまずその作業を、はい、これいらないのかって。いらないです、ね、この上にあるでしょ。そうです。でも小屋さん工業高校だから。そうよ。図工とか技術とか得意じゃないですか。いや僕機械科やから。あ、関係ないんだ。そう、あの科があるんですよ。建築とか土木のやつが得意なんですよ。ああ。僕は電気通したり金属削ったりとか。あ、そっち系なんですね。だからチャリンコを改造してバイク作ったりはできます。ちょっとちゃうんですよ、思てんのと。あ、じゃあそれしようかな。DIY ついでに。そうですね、あのミニカー拾ってきたりしたら、はい、三輪車にエンジン積んだりできるから。太陽光発電とかで。あ、すげえ。ガソリンいらずの握るだけです。そんなんやりたいですね。おもろいですよ、こういう。はい。まあ、とりあえずそれを工程として取って、うん、はいはい、で取ったら採寸ですね、うん、実際そのウッドウォールの大きさどれぐらいにするかみたいな、まあね、少しずつ決まってきましたよ。はい、いいですね、うん、壁がまあこの色になるイメージですね。おしゃれやん、これいいですね。これさ、うん、これ DIY っていうかやってもらってるんですけど、完全に、これはまだ大丈夫。自動化してますよ、DIY が。マシンで切ってもらうから、はい、これはセーフや。これセーフ。おー、すげー。面白いですね。切れてる。ねえねえ。はい、材料買ってきました。いや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 。え？もっと言いたいことあるんですよ。何ですか？今材料買ってミニストップ寄りましたよ。はい。激辛アメリカンドッグっていうやつマネージャー食ってましたよ、今。食べました。ねえ、これ本当に辛くないよって言って。全然辛くないし、僕に一口食わそうとしてたじゃないですか。はい。あれ絶対辛いやろ。食べたことある人いるかな。本当辛くないですよ。中真っ赤っかやったやん。いや赤いんですけど、あれ多分ケチャップの赤じゃない。いやだったらケチャップって書くって、激辛って書いてましたよ。びっくりするぐらい辛くなかったですね。みんなあの辛いのいける人ちょっと食べてみてください。教えてください。辛いのいけない人もいけると思うんですけど、すごい謎やったわ。でもなんか僕らみたいな、うん、激辛好きからしたら、僕らってまあまあマネージャーたちね、はいはいはい、からしたら、はいはい、あの市販の激辛って、うん、まあ、ペヤングとかは別ですけど、うん、あんまり辛くないですよね。もう鈴木亜美と全く同じこと言うてるからね。まあとりあえず帰って、はい、材料広げますか。やりましょうか。はい、ということで、うん、家の中に搬入が終わりまして、はい、まあここに壁を作るってことですね。木の壁を生み出そう。はい、ということで、はい、まあ、買い揃えたものをちょっと説明してみてください。うん、まあこの長いこれ2個あるのが、はい、要はこの両サイドの、うん。壁に穴開けずに済むための柱ですわ、はい、そうですね。でそこの上にこういうね、なんか突っ張り棒みたいな木にはめ込んで、はい、これガチャガチャンってやったらこう圧力で穴開けずに止めれるジャッキみたいなやつを買ってます、はい、まあまあちょっと潰っていきますか。はい、行きましょう。よし。はい、ということで、うん、この柱をこれをね、はい、立てまして、うん、このつっかえ棒をつけて、はい、ギリギリ止めたと。ここにある木を打ち付けたいんですけど、うん、はいはい、その前にガラスのところにバシンと、はい、防音シートを貼っていきたいと思います。せっかくねここなんか埋めといたらもっと喋れるやんというね。そうですね、我々クリエイター的考え方ですわ。クリエイターというか騒音芸人といいますか。そうですね、我々声が大きい方でございますから、はい、まあ、今のうちにシャッと入れて、はい、でこの上からこれ貼って。そうですね、完成やね。はい、じゃあちょっとこれつけていきましょうか。はい、はい、まさかの道具がなくてガムテープで。めちゃめちゃ強制的やん。まあただあの音は多分漏れないはずだし。これさっきまでええ感じの映像いっぱい撮れてたら急にボロボロみたいな。大丈夫かこれ。まあ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 いいにしますか。原始的やね。はい、じゃあちょっと続いてこちらをつけていきましょう。広いさつけますか。はい、ま
これくらいでいいか。大丈夫です。うん、この木の板を、はい、横に、そうですね、つけていくと上に合わせて、はい、カンカンカンと。お、ええよ。めっちゃええよ。しんすけさんみたいになってる。いいですね、この横の、あのところの色と合ってる感じも、はいはい、これ割と綺麗に思っとったよ。そうですね、この感じでポンポンポンと下まで、はい、あ、割と頑丈についてる。そうですね、ちょっと釘の色が気になるから、後で茶色みたいので塗るとまたいいかもしれないですね。そうですね、はい、そんなんもできるから、もうこの調子でいけば、はい、完成やで。ウッド、いきましょう。ウッドウォールがいけましたね。僕はあのニヤついてしまっている。これ遠目から見るとこうソファーが来るので、あ、この前にね、はい、だから下はいらないんですけど、なるほど、はい、こんな感じで、僕ごめんなさい、はい、もうちょっと雑魚い仕上がりになると思ってた。あー、まあまあまあ、でも思ったより全然やん、ウッドウォール、はい、完成です。新事務所のウッドウォールが、墨とペン持ってきて、うん、あの長渕剛みたいにこのデカ絵描きますか。ダサいですよ。いや、ラーメン屋みたいに、はい、一面流行みたいなやつ、一杯流行みたいなやめましょう、ね、やめますか。ダサい、まあ、はい、なんかあってもいいしね。まあとりあえず完成でございます、ありがとうございます。完成でございます、はい、うん、まあ、これを背景にしてね、配信する日も来ると思いますので。なるほど、はい、新事務所から、今回の動画はとりあえず以上ということで、はい、皆さんぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。小屋犬アワビよりはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということでちょっとね、制作シーンが少ない言い訳を DIY させてほしいというかマネージャーちょっとそっち持ってみたいなとこが多くて、カメラを置かざるを得んとこが多かったんです。だから作ってるとこがあんま撮れんかった。それだけは申し訳ないんですが、素敵なのができたと思います